道800野鳥和装備情報局。素敵なことがきっと起きる、新しいあなたにドリームカムトゥー。さあ着物で彩る夢、心躍る江戸の息、伝えていきたい Keep Shining。 本日も始まりました、第63回大江戸800野鳥和装備情報局。でしたね、本当に、ね、外国の方とかもすごい人気でした ね、 ね、写真撮影の人だかりが、行列がたくさんできてました。銀座和光前でのお話になりますが、それではお着物紹介に入りますので、またゆっくりお願いいたします。ではよろしくお願いします。じゃあお名前からよろしくお願いします。大塚飛鳥と申します。今日のお着物は、祖母の着物です。とっても色合いが気に入ってます。では次、金子雅子と申します。今日は顧問に、博多帯を締めてみました。坂巻陽子です。今日は大島に袋帯を合わせてみました。亀井靖子です。桜の時期になりますので、今日は桜の花の着物と母の羽織にちょっと桜を散らしてみました。手作りです。よろしくお願いいたします。下野和江です。母の着物を仕立て直しまして、今日着てみました。銀座の方にも行ってまいりました。どうぞよろしくお願いします。はい、こんにちは。今日はまた素敵なねえ、初めて来ていただいたんですけど、お名前は？山岸あやめと申します。あやめちゃん、はい、今日のお着物は？今日は弥生月らしく桃色の紬と義理のお母さんからいただいた帯、名古屋帯ですけど、締めてきました。わあ、素敵です。もう自分で髪を結って、はい、 そうですね、そしてお着物もお召しになって、はい、まあ素敵ですね。よろしくお願いします。じゃあ私もちょっとよろしいですか。私は、桜、行っちゃったいいんですよ。桜の小紋を着てまいりました。で、桜の、やっぱり柄のですね、名古屋帯を結んでまいりました。いかがでしょうか。林芳恵と申します。どうぞよろしくお願いいたします。そしたら、はい、鎌倉ちゃん、ひとみちゃん、はい、よろしくお願いします。こんにちは、かわいい、鎌倉ひとみです。今日はちょっとわけあって我が身ではないんですけれども、ちょっと着物の方は春らしい感じに今日は仕上げてみました。素敵。全体的にこうピンクが多いんですけれども、やっぱりこう春が近づいてまいりましたので、やっぱり着物にもそういう部分を取り入れていきたいなと思っております。よろしくお願いします。大丈夫です。やってまいりました、平野智子と申します。今日のお着物はですね、大好きなオレンジレッドとパープルを、まあ、差し色にしてみました。これは顧問のお着物です。ありがとうございます。帯は20代子にしてみました。でも先ほど綺麗なお姉さんに綺麗に直してくださったので大丈夫です。
今日もよろしくお願いします。わーい、サクラちゃん、皆さんこんにちは、秩父さくらです。1年に1回この日が来ました、桜の季節が来ました。はい、なので今日は私も桜の、あのお着物を着らせていただきました。はい、今日もどうぞよろしくお願いいたします。では皆さん戻ってきてください。はい、はい、はい、第63回大江戸野鳥野草美情報局自分ゆい大江戸幅広い会和草美座談会のお時間がやってきました。始まりました。はい、CM タイム。日本がもっと好きになる月刊情報誌和の生活マガジン花咲く。春夏秋冬、四季折々の和の魅力をたっぷり満載。着物、和食、アート、催し物などなど、日本の伝統文化を切り口にとっておきの情報と旬の話題をお届けしています。着物をもっと楽しみたいあなた、日本文化をもっと知りたいあなた、花咲くはそんなあなたにおすすめの雑誌です。月刊情報誌和の生活マガジン花咲く、ご購読をご希望の方は全国の有名呉服屋さん、または花咲くのホームページからどうぞ。本日の司会は、はい、秩父さくらと平野智子です。それして若手メンバーは、はい、はい、大塚飛鳥です。あ、そして鎌倉ひとみです。ひとみちゃん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今週も始まりましたね。始まりましたね。今日も銀座での着物の撮影会、うん、素晴らしかったですね。私は参加してないんですけど、どんな感じだったんですか？今日は飛鳥さん、本当素晴らしかったです。はい、もうメインです。メインです。いや、はい、はい、こんな風にあのちょっと華やかに、うん、今日気合を入れて来てしまいました。素敵です。普段地味に暮らしているもので、うん、あのこの時ばかりと派手にやってまいりました。黒子を引き連れて。あ、そうですよね。久米八さん、はい、ですよね。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。大活躍でしたね、本当に。飛鳥さん、多分久米八さんがいらっしゃって飛鳥さんが輝いたって感じで、はい、ねね、やっぱ歌舞伎座の前で素晴らしかったです。すごいぴったりで、私初めに見た時に、はいはい、すごい歌舞伎座の方がいらっしゃると思って見たら、あら、飛鳥さんと思ってびっくりしました。びっくりしましたね。私も最初事務局長の吉江さんにご挨拶した時に、お隣にいらっしゃる方はどなたかなって思ったら、なんと飛鳥さんだったんですね。すごい美しいですよね。本当、ね、今日のイメージは、うん、あ、今日はあの公家なんです。公家、お公家さん、はい、はい、素晴らしい。公家姫です。公家のお姫様。公家のお姫様って京都、間違ってたらごめんなさい。なんかこう漠然とした私のイメージで、はいはい、あのこのような形にしました。あの本物の公家から言ったらちょっとそれ違うんじゃないのなんて話になるかもしれないです。いや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 、そうなんですか、ね、え、でも、そのメイクも、お着付けも全て飛鳥さんがされたんですか？はい、セルフでやってみました。すごいですね。すごいですね。
器用ですね、はい、前回も、うん、あの白塗りでいらっしゃってくれてます、はい、た時も、はい、そうですね、白塗りで前回白塗りで参加させていただいて、それで味を占めて、また今日白塗りで、はい、あの黒子を引き連れて気合を入れてまいりました。はい、くめ八さん、くめ八さん、ごめんなさい。くめ八さん、なんかすごいですね。それあの全部やるのにどれぐらい時間かかったんですか。そうですね。まずは朝風呂に入って日の出とともに始まりましたね、一日が。素晴らしい、早い、早いということですね。うん、いや私たちもしてみますか。そうですね、日の出とともに始めますか。そうですね、日の出のともに、はい、奥家さんのメイクを始めて、うん、そうですか、ね、でも昔は本当に眉毛がこことここだったんですよね。そうですね、あの描いてる この眉毛を消して、はい、本物の眉毛を消して、はい、ここに点々って描くのが美しいって言われてたんですよね、はい、そうだったんですね、うん、昔の映画見るとそうですね、公家のイメージというとこの丸い、うん、丸い眉ですよね、素敵です、素敵です、ね、なんかちょっとタイムスリップした感じで、本当ですね、なんか私だけちょっと違う感じ、でも可愛いです、可愛い、皆さんに完全に頭を負けていますよ私、ちょっといやピンク色で可愛らしい、すごく綺麗で、うん、素敵だと思います。どうですか、うん、なんかこう江戸時代にいる時の、うん、なんか町目線の風みたいな感じで可愛らしいですよ、可愛いですね、うん、次回は上髪できます、ぜひぜひ上髪でいらしてくださいね、上髪、はい、で白塗りでこの眉で、ぜひ白塗りで、ぜひぜひ、白塗りはちょっとやったことないのでまた機会があればやってみます、ね、あすかさんに教えていただきたいですよね、もちろん、ね、はい、ぜひあの教えてください、うんうん、白塗り仲間になりましょう、はい、あ皆さんじゃあ我が身学会白塗り講座で行きましょう、面白いですね、面白いできましたらその我が身を言うところを、うん、あの収録させてください、そしてメイクをしているところも収録させてください、そして当日その姿でお出ましください、いいですね、恥ずかしいご紹介しますので、うーん素晴らしい、ね、うん、その一つお聞きしてよろしいですか、はい、あの熊吉さんはいつからそういうふうにお月の関係になられたんですか、いつからだったの、今日が初めてですあの なんておっしゃいました、今日が初めてで、あ今日が初めてで、そうですか、久米八さんに喋ってもらっても大丈夫ですか、はい、お願いしても、嬉しい、ああえそのまま、はい、そうです、はい、このまま、はい、じゃあ黒黒の、黒黒の何でしょうか、はい、何を食べたい今日お疲れ様です、あどうもお疲れ様でございました、どうでしたか今日は、今日だいぶ初めてです、初めて黒子デビューです今日衣装はどうされました、衣装は飛鳥姫にご用意いただきまして、はい、あそうなんですね、これを着てきなさいと、着てきなさいと承知しました姫ということで、そうなんですね、あのとてもミステリアスな雰囲気なんですけれども、もちろんお顔は出してはくださらないんですよね、顔はそうですね今日のところは NG で、今日は NG でアスカさんは彼の素顔は見たことあるんですか、あの、はい、あります、はい、あります、はいはい、でもすごいですね、今日デビューなんです、デビューです、うん、へー私もちょっと
一回やってもらいたいぐらいですね。ぜひ佐倉さん。ぜひ。オファーがあればいつでも。え、本当ですか。予定さえ合えば。良かったですね。え、やってもらいたいぐらい。やっていただきたいですね。なんかこうね、雨の日とか傘。うんさせていただいたりとか気が利きます ね, ね今日確かにずっとね傘をさせていただいてて、はい、うんね、素晴らしい。ちなみに、うん、おいくつなんですか。お年はいくつでしょうか。34です。驚くところですか。顔も現れてないのに。そうですね。まあ、声的にお若いイメージがありました。ねね、ちょっと顔見てみたいですけど、それは NG なので。NG だそうです。はい、もうちょっと妄想で34歳で。34歳。ちなみに普段はお仕事はなさってるんですか。はい、あのサラリーマンでございます。え、サラリーマンなんですね。そうなんですね。意外です。意外ですね。ミステリアスな黒子さんの話でこんなに盛り上がるなんて。素敵ですね。素敵です。こんなに盛り上がっております。私、はい、本当銀座からずっと久米八さん気になるとずっと思ってて、はい、お話できたからすごい嬉しい。飛鳥さんも差し置いて。すごい気になってて銀座のとこから、はい、そうですね、銀座で、うん、あの我が身体たくさん写真を撮られてたんですけれども、さくらさんももちろん目立って撮られてたんですけど、さくらさんは思いっきり写真を撮ってました。そうなんですよ。気になって。もちろんあすかさんもね、もちろん写ってるんですけど、だんだん右寄りになってきてました。カメラが時間を送りますので、私、はい、またその説をよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日もちょくちょく話題を振らせてもらいますので、よろしくお願いします。またよろしくお願いします。はい、はい、最後までお付き合いよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、銀座は今日楽しかったですね。楽しかったですね。歌舞伎町も楽しかったです。はい、ぜひその光景を見たいんですけど、ね、フェイスブックに、はい、載ってます。そして今日、うん、あの CM の収録がされてる最中にもその風景が流れてまして、そうですね。じゃあすいません、今お写真見せていただけますか。うん、あ、OK ってやってくださいました。お願いします。お願いします。今日の風景を、うん、はい、ご準備ありがとうございました。ありがとうございます。はい、あ、はい、はい、こんな感じの風景、風景が流れています。てて今日も、うん、はい、どうぞ。今日も外人さんがすごい多くて、そうですね、国際交流でしたね。国際交流、まさにインターナショナルですね。私が銀座に遊びに来ても、うん、着物の時ほどは、あ、まあまああるんですが、その時も写真撮ってくださいと海外の旅行者に頼まれるんですけど、はい、我が身で来た時はその10倍ぐらいの集客力があると思います。皆さんはいかがですか。なんか、はい、私は普段はあの、まあ、週末ぐらいですけれども着物を、はい、自分が着たいなと思った時に、はい、場所を選ばず着て出かけておりまして。素敵、はい、で、うん、我が身はまだ勉強中ですので、ちょっとあの普段はやらないんですけれども、うん、あんまり声はかけられないですね。写真を撮ってくださいだなんて、なんか、あ、なんか綺麗だわみたいな感じに見られることはありますけど、そうなんですね、なんか写真までは撮らないですね。かけづらいって時ありますよね。ありますよね。もうちょっとかけやすい雰囲気がじゃあ出せれば来てくれますかね。来てくれます。私ウェルカムなんですよ、全然。皆さんぜひぜひ銀座和光前で彼女を見かけたら声かけてください。よろしくお願いします。その時はもちろん我が身でね。そうですね。お願いします。私は彼女の我が身姿を拝見したんですよね。とても美しいんですよ。ね、本当ですよ。本当です。すごいハードルが上がってしまいました今。どうですか、声かけられますか。そうですね、うん、今日は銀座和光前で一人で
皆様とこう待ってたんですけど、お待ち合わせをさせてもらってたんですけど、うん、あのバシバシ写真を撮られてしまって、私も皆さんといる時は笑顔を作ったりするんですけど、一人だと緊張してしまいましたね。あります。はい一人で帰る時、はい、すごい寂しくなってなんか、はいはい、なんかみんなといると、はい、なんかすごい楽しいですけど、はい、一人で我が身でいると、はい、やっぱちょっと心が寂しくなっちゃいますね。でもさくらさん、その姿で家から来られるわけですよね。はい呼び止められるんじゃないですか。いや目を下に向けて死ねがちでおしとやかに、はいはいはい、歩いていきますね。そうなんですね、はい、なるべくちょっと目を下に向けて歩きますそうですか。素敵な着物姿なので、さくらさんを見かけたらぜひご一緒にお写真撮影をお願いいたします。あ、はい、あの、はい、ぜひ声かけてください。喜んで、はい、撮らせていただけたら嬉しいです。そうですね、はい、そしてあすかさんも、うん、ね、こんなに美しい着物姿ですからね、うん、いかがですか、お写真撮ってもらえそうですかそうですね、今日は、うん、あの、まあ、人生で一番写真を撮られた日でした嬉しい、はい、でも、はい、でも本当に素晴らしかったです、うん、もう本当に私、うん、お会いした時びっくりしました。本当に素晴らしかった。写真もいっぱい撮られたし、うん、いっぱい褒められたし、もう思い残すことはございません。思い残すことはございませんと来ましたか。あの、まだまだ長生きしてください、ね、はい。でもこれからあすかさん、こうやりたいこととかありますか、うん、やりたいことですね、野望です。なんかいっぱいありそうな気が、うん、しますね。はい、聞きたいですね。オイラン道中をやってみたいです。あのこの久米八を連れて、あ、またご活躍ですよ素晴らしいですね。オイランいいですね。ひっそりと、うん、まあ、2、3人ぐらいでオイラン道中をやってみたいです、うんうん、素敵。あすかさん、私参加したいです。それお願いします。私も参加したいです。あ、もう3人になっちゃいましたよ。なっちゃいましたよ、はい、本当にお願いしますよ本当にいいんですか本当にいいんですねはい心折れませんか、大丈夫ですか。大丈夫です、大丈夫です、大丈夫です。なんか緊張してまいりましたあの、後で詳しくあのご紹介いたしますが、4月3日に浅草の吉原という場所で、うん、オイラン道中があるんですよ。あ、オイランさんを招きしてお花見もしますし、うん、もちろん我が身のメンバーも来ますし、はいはい、もうありとあらゆる格好でお花見が、あのパーティーが開かれますので、はい、もしご都合を叶いましたらどうですか、うん、そうですね、そういう大々的なオイラン道中があるわけですね、はい、そうですね。じゃあもう私のなんてもう滅相もございません。いや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 みんな皆さん声がそうね、ね、あ、うん、でもあのお正月の、はい、あの着物ショーに来られたオイランさんがお越しになるそうなんですけども、はい、そうなんです、1月の2日にね、あの目黒雅叙園で我が身隊もであのモデルとしてあの登場しましたファッションショー、その時に、はい、毎年出られてるオイランさんが、はい、あの今回4月の3日に浅草、はい、吉原で、はい、お花見会に来られるそうなので、はい、ぜひ皆さんもお越しください、はいはい、ご興味がありましたら、うん、Facebook でお調べください、はい、また詳しくお伝えします。はい、はい、うん、はい、でもあすかさんも、うん、
あ、後ろ割れてます。じゃあ、じゃあ、ありがとうございます。大丈夫です。はい、ありがとうございます。あの自分で言ってる証拠になりますね。そうですね。こういうこともあります。ありがとうございます。本当日本並みのいいところ、うん、あの、うん、全て出し切れると思うんですよ、自分優位だと。あの彼女がお似合いだった町娘風の、あ、ね、日本並みも素敵ですし、さくらさんがいつも、うん、どなたかに綺麗に言ってらっしゃるんでしょうね、はい、あのまるで大奥に出てこられる方のような、うんうん、抜けちゃいますか、素敵な、うん、はい、今つけてくれるので、はい、そうですね、ちょっと後ろを向いて見えるように、タイミングよくの、はい、向いてしまったのでつけさせていただきますね、後ろ姿をカメラさんの方によろしくお願いします、はい、はいはい、これを、これが、うん、はい、かなこですね、かなかと言って、はい、かのこ、かのこですね、かなかと、かのこと言って失礼しました、頑張れ、はい、で、ユーピンを、三角にやってますね、一つ、二つ、三つ、三角にこうユーピンを刺して、それを上が2つの部分ですね、上が2つの部分で下が1つの部分ですね、見えますかね、ちょっと下目ではございましたが、もうちょっと上ですかね、私がお手伝いにやりたい、 ありがとうございます、はい、事務局長が参りました、林由紀子様です、よろしくお願いします、わがみの師匠です、同時にねやりましょう、あ、嬉しい、刺す場所がちょっと違ってまして申し訳ないですね、ちょっと行きましょう、同時にあのちょうど刺していきたいと思っているんですけれども、今日は口蓋がここにですねきちんと入ってございました、このかのこに口蓋をつけました、本来であれば一緒にできるんだけど、なんかねちょうどユーピンが外れてしまったようですね、じゃあこのユーピンと一緒に同時にこの、後ろの雰囲気をですね結び目のところを隠していきましょうね、はい、はい、本来であれば自分でこの状態でまず刺します、左右を刺しました、そしてあら今日はちょっとうまくいかないね、刺してそして今度上を結び目を刺せばまずこの結び目が消えるわけですよね、できたら今度後ろ下ですね、下を上手に刺していく、どうですか、綺麗になってます、あ、あの、はい、ついてます、大塚ちゃんバッチリとついております、まあこんな状態です、はい、じゃあ綺麗、見せてください、はい、そうですね、じゃあまた若手にお願いしたいと思います、はい、頑張ってね、はい、ありがとうございます、よろしくお願いします、お子さんも本当に大変ですねでね、気になってたんだけど、はい、今日のこの打ち掛けにしているお着物は、はい、とても高貴なお色ですよね、そうですね、そして本当にこの金箔が入ってたりとかしてますけれども、やっぱり自分のねお気に入りのお着物を打ち掛けにしてると思うんですよ、はい、で、やっぱりこのお着物を打ち掛けを自分で見つけた時どんな気持ちだったの、なんかあやっとなんかわ私のお眼鏡みたいな、うん、この紫大好き、この高貴な色がいいななんて思いました、で普段あのやっぱり和髪とすごく合うんじゃないかと思いまして、うん、うん、あのやっぱりこう和髪で言うとこの着物に負けないんじゃないかなって思いました、あの今日のねそのハイエリも 1,2,3、まあ、あの伊達襟っぽくして、うん、はい、とても本当に工夫してますよね、工夫してます、だからそう、うん、今日のその、まあ、先ほど言いました、うん、この打ち掛けにするにしても、うん、この日のための打ち掛けをご購入されたんですか、これは、はい、おひな様の時にもおひな様、はい、あのこちらを着ました、おひな様って何ですか、あの3月3日に、はい、あの私の家にはおひな様がないんです、なので自分がおひな様になりまして、あの生きびなになりました、生きびなになって、はい、あ
ですか。それ用なの。わあ、その写真見たい。素敵。素敵。じゃあまた頑張ってくださいね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。林先生、ありがとうございます。はい。わ。私は実は彼女の生き花の写真をフェイスブックで拝見いたしました。え、本当ですか。はい、はい、見られちゃいましたか。見ちゃいました。ぜひじゃあ私飛鳥さんのフェイスブックちょっと覗きに行きますね。ぜひぜひ、はい、いや来年はぜひどうぞ生き花。あ、生き花。え、じゃあ みんなで3月3日おひな様になりましょうよ。来年は、ちょっと今日たくさん提案が出てきてすごくワクワクしてきました。ワクワクしますよね。春夏秋冬のプランをそれぞれ立てて、で楽しい風景をこう収録させていただいて、こちらで皆様とね、あのその風景を見ながらまた楽しめればいいなと考えております。よろしくお願いします。でその時に、はい、え、あ、本当だ。あの、これはカメラで写しても良いものですか。いかがですか。いかがですか。どうぞ。あ、写せるといいんですけどね、それをアップできるのかしら。はい、それは飛鳥さんのフェイスブックページですか。あ、そうなんです。写真があるそうですよ。できますか。出られますか。生き花の画像ですけどね。さすがディレクターさん。やってくれますね。できましたか。あ、よかった。さあ、素晴らしい技術です。素晴らしい。こちらが3月3日の飛鳥さん。生き花です。生き花の飛鳥さんです。わがみができるようになるといろいろな可能性が膨らみまして、あのおひな様にも自分がなれますし、楽しんでおります。本当素敵です。素敵ですね。やっぱり和服にバッチリ合うのってあのわがみだと思うんですよね。そう思います。なんかこう最近だとこう何ですかね、最近のなんか一つにまとめるじゃないですけど、和髪じゃない形でこうオールバックというか、いろいろあるじゃないですか。現代の人向けでこうこういうヘアアレンジがありますよ。ありますね。それももちろ ん, なんかこう成人式とかで皆さんこうやってらして、あのお似合いなんですけれども、やっぱりこうパッチリ決まって、あのこう趣が出ると思うのはやっぱ日本髪だと思うんですよね。私もそう思いますね。やっぱり日本人に生まれたからには、ね、そうですよね。日本人、はい、日本髪がやっぱり一番いいですよね。黒髪にやっぱり日本髪とかもね、すごいいいですし、そうですね。あの今日本髪にしてらっしゃるさくらさんも、飛鳥さんも、本当に黒髪が美しくて、もちろん彼女も美しくて、あの本当ダウンした姿ももちろん素晴らしいんですけれども、やっぱり日本髪にした時にその、長い髪、健康な髪、そして艶感ですね、今流行りのすごい引き立つと思うんですよね。最近、髪の毛トリートメントしてないのでやっぱりお手入れしなきゃいけませんね。頑張ります。お手入れも、お手入れ大切ですね。飛鳥さんはお手入れしてますか。でも結構してそうな気が。トリートメントを多めに塗るぐらいですかね。何かいい方法ありますかね。はい、いい方法。でもそんなに髪が長いと大変じゃないですか。え、どれくらい。これですか。それは、はい、それは地毛。え、あ、これはあの偽物です。偽物なんですか。じゃあ本物の髪の毛はあの本物の髪の毛をここに束ねるとなるとこの辺になります。そう、今日は姫なあの公家姫なのでちょっと長くアレンジしてみました。はい、とても自然で綺麗についてますよね。全然分かんなかったですね。はい、
ぜひ来年は私たちにご教授ください。はい、ヘアスタイルとメイクとお着付け、任せてください。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。本当、はい、本当、はい、パリに行っちゃうのよ。そう、そうなんですね。いつからパリに行かれるんですか？そうですね、ボタンの花が咲く頃に参ります。ボタンの花、4月、寂しくなっちゃいますね。本当ですか？私も本当にね、この我が身のこういった会、はい、本当に楽しかったので、本当後ろ髪思いっきり惹かれるような思いで参ります。ちなみにごめんなさい、パリにこうお仕事で行かれる感じですか？はい、夫の、不妊に、はい、伴って参ります。そうなんですね。寂しくなっちゃいますね。寂しくなっちゃいますね。パリに遊びに行ってもいいですか？もちろん。じゃあみんなでパリに遊びに行きましょう。みんなで我が身でパリで、パリで、はい、で面白いですね。私も杉さんの格好をしてパリで。で、アスカさんの久米八さんも、はい、一緒にパリに皆さんで行けたらいいですね。いいですね。そしてせっかくだから何かイベントをしますか？あ、パリで？パリでいいですね。まあ盆踊りとか ね、トモさんとはいね、はい、なんか外国に行きたいねってお話ししてまして、ちょうどね、なんかちょうど、うん、素敵な公園がパリありますよね、うん、ちょっと名前は忘れましたが何でしたっけ、近くに広場と言いますか、広場ありましたっけ、もう、うん、何でしたらシャンゼリゼ通りで、うん、日舞を皆さんでバックストリートダンサーですね。いいですね。赤い敷物を引いて、うん、日本髪と置物で、うん、舞うっていうのもありかもしれませんね。今はちょっとあちらのことわからないんですけど、はいはい、うん、それまでにいろいろ、はい、ぜひ教えてください。はい、ぜひ楽しみにしてます。馴染んでおきます。よかったらお願いいたします。ね、じゃあ4月から寂しくパリに行かれてしまうんですけども、うん、パリに遊びに行きましょう。我が身、我が身の皆さんと、はい、ね、こちらの我が身パリで広めていきたいです。あ、すごい、我が身もパリに行きます。そしてカメラさんも連れて行くので、うん、また収録してまいります。はい、で久米八さんも一緒に。好きですね、久米八さん。本当に好きです、好きですね。よろしくお願いします。伴って行かれるそうです。はい、じゃあそろそろ、はい、じゃあそろそろ一太郎さんの CM です。そうですね、音楽ですね。音楽ですね、はい、ご用意よろしいでしょうか？はい、はい、じゃあそれでは一太郎さんの音楽タイムで、はい、君に会いたいというところで、はい、はい、では音楽スタート。輝きをくれる今僕はただ
だ君に会いたい。どこにいたって君が一人の奥で微笑むから、体の隅まで溢れる想いを止められそうにな。ような愛の童話みたいに、君はいつも教えてくれたね。ひどい思い愛する喜び、君しなくて、ねえ君は今どこで何してるのかな。僕が死んだら君は声を枯らして泣いてくれるかい。こんな目かけたこと思いつくことに、君も愛している。君に会いたい、会いたいよ。こんな平凡な日々に輝きをくれる。はい、なんかすごい素晴らしい曲でしたね。癒されます。癒されました。心落ち着きますね。はい、はい、じゃあ、もうすぐお花見の季節ですけども、はいはい、4月の2日、はい、今年もやってきましたね。今年もやってまいりました。去年は素晴らしいお花見会でしたよね。そうですね、うん、毎年上野で、はいはい、お花見で、はい、大友千里さんの
あの深川踊りの方々が集まってお花見会をするんですけども、はい、桜の花の下でお花見会と、うん、踊りとかも、踊りとかもやってまして、ね、あの上野の恩賜公園なんですが、場所はあのメインストリートの奥の動物園側、はいはい、そこを広い土地を確保させていただくんですよね。そうなんですよね。でそこで何時からですか？ですね、お時間は12時から5時までとなっております。はい、はい、お時間あるときは皆さんぜひあのお花見に皆さんと一緒に華やかな、ね、はいはい、お時間を過ごしに来ていただけたら嬉しいです。嬉しいです。はい、お花見をしながら、うん、実はあの、うん、桜をテーマにして、もしくはあの桜の枝を持って、はい、我々我が身メンバーも深川踊りのメンバーに混ぜていただいて、あのまったりしますので、もしよろしければあのご覧になってください。去年本当に楽しかった。私夢の世界でした。本当に。どんなイベントなんですか？私行ったことないので、はい、お写真私いっぱいあるんですけど、ぜひ見せたいです。もう本当に満開の桜の下で、踊りとか獅子舞とかも来られてましたし、あとお祭り騒ぎで掛け声とかもわっしょいわっしょいとか掛け声とかもありましたし、美味しいもの食べながらお酒も飲みながら、もう賑やかな、本当に華やかなお時間ですね。そうですね、はい、踊りも素晴らしかったです。素晴らしかったです、うん、そしてそのお花見をこう囲むギャラリーの皆様もすごい人数でしたね、うん、はい、本当にすごい人数でした、はい、もう、はい、周りに人が回って集まって、はい、あと海外の Google の、あのロケ班の方もいらしてて、はい、そうインタビューを受けてました。素晴らしかったです。そうですね。ぜひ見たい方は、はい、私の Facebook に流しますので、はい、去年のお写真をぜひ見てください。本当、はい、素晴らしいお花見会です。はい、うん、ぜひあの上原あのね、うん、秩父さくらさんのフェイスブックに載せていただいて、はい、ぜひ流しますね、はい、あのぜひ大江戸若火学会のサイトにシェアしていただいて、はい、そしたら皆さんご覧になれますので、はい、ぜひぜひアクセスしてください。よろしくお願いします、はい、華やかなお時間ですので、はい、今年も本当、ね、私も楽しみで、うん、はい、はい、飛鳥さんね、パリに行かれるということで、うんうん、はい、ぜひなんか皆さんで、4月の2日送別会を、うん、はい、はい、させていただければと思います。なので4月の2日また飛鳥さんに会えるのですごい楽しみですね。楽しみですね。またお写真収めますので、はい、皆さん楽しみになさってください、はい、じゃあそろそろ CM ですかね。はい、はい、じゃあそれでは行きましょうかね。 CM で山ちゃんの着物相談会です、はい、では CM どうぞ。山ちゃんの着物相談会でした。先日私山ちゃんにお会いさせていただいたんですけども、お着物、男性用のお着物を着てとっても素晴らしい方で、もう男性用のお着物やっぱり良かったです。素敵ですね。はい、
山ちゃんの方も人柄もすごい素敵な方で、うん、はい、初めてお会いして、うん、はい、フェイスブック交換させていただいたんですけど、うん、羨ましいですいいですね。はい、じゃあもうそろそろエンディング始まってしまいました。では今回ご提供いただきましたのが PR 現代和の生活マガジン様、山ちゃんの着物相談会様、それから和装備様、強者、継承略でいきます、結婚しましょう、メリーポピンズ美人区と企画、和装備イベント、自分ゆい大江戸和髪学会、和髪研究会、シャイニング、輝く女性作りの会、浅草のスカイツリーが見えるカフェで英会話会の皆様でした。またご覧ください